皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。なんとですね、私お家を借りることになりまして、やっと今日が入居日になりました。これからは福岡と山形の2拠点生活になりますということで、今日はお家を、まだ何もないお家を紹介していこうと思います。ここがリビングね。リビング、大リビング、リビングです。一応これ21畳もあんのかな。21畳って書いてあるんだけど、あんまりスッと映しちゃダメだ。ダメなんでしょって。はい、置いておいて。暗いの電気ってここはつかないかな。まだ、え、ここ電気つかないのかな。そこの電気、あ、ついた。ここがキッチンでございます。これから頑張って自炊をしようと自炊しようと思います。料理を作れるのでしょうか。ここ冷蔵庫かで、1LDK なので、こっちがお部屋ですね。 5.6 畳だけかな。めっちゃ外見えるね。で、ここがウォークインクローゼット。ここだと手届くね。ハンガーがめっちゃ OK。 なんで閉めないの。なんで閉めないの。ちょ、これいいね、ウォークインクローゼット。で、お風呂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 、ね、ボタン、あ、鏡映っちゃう。ここがお風呂です。お風呂に、でも古いけど手すりがちゃんと手前と奥とついてるから、それが良かった。で、玄関、あ、玄関にもさ、謎に手すりがあるよね。手すりで、トイレ、トイレは電気どこ？もう電気さらさ、あ、はい。トイレも、トイレもなぜか初めから縦手すりがついてて、まあ横から入れば、これ入ってないよな、内覧の時。あ、いけるじゃん。こんな感じ。扉は閉めれないけど、別、一人だからいいよね。こんな感じで。まあバリアフリー。あー、やばいやばいやばい。はい、こんな感じでこれからお家を作っていくので、で、本当はバルコニーとかさ、大きいのあるんだけど、外映したら住所バレるでしょ。映らないよ、科学的には。え、じゃあ外、バルコニー映して。洗濯干すところと、謎になんかある広い広いところ、ここは何使うんだろうね、マジで謎だ。本当、日向ぼっこするために使うしかない。そう、だからこれから、まあベッドも入れて、新しくだからベッドも入れて、机とかも入れて、電球とかも入れてっていうのを作る過程とか、お部屋を作る過程とか、まあ、本当に初めての一人暮らしだから、どう生きていけるかっていうのをお伝えしていこうかなというふうに思いますので、皆さんお楽しみにしておいてください。一人暮らしならではのなんかいろいろ企画とかやっていけたらいいなというふうに思います。はい、ということで、今日は福岡に、お部屋を借りたよというお知らせ動画でした。急にお部屋が変わりまして、今はホテルからお話ししてるんですけども、ちょっとさっきバタバタしてたので、ちょっと話し足りないことがあったので追加で今撮影してるんですが、今回は、改めて言うと、福岡は一応、なんて言うんですか、まあ、家は借りましたけど、
会社さんの名義で一応借りて、まあ、事務所みたいな感じの扱いというかそういう感じで、でも住むのは私一人で、使うという感じです。で、期間的にはまあ山形での仕事を見ながらと福岡での仕事とかリハビリを見ながらの、まあ、一応今のところ2週間ずつくらい行ったり来たりかな。まあそこが、3週間であったり1週間であったりとか、まあそういう感じになるかもしれないんですけど、まず基本的には半分半分で山形でやりたいこともあるし仕事もいただいてるし、福岡でやっぱりリハビリを今後続けていきたいなというふうに思うので、リハビリのために今回お家を借りることにしました。やっぱホテル暮らしだとなかなかしんどいですし、金額の面でもねホテルよりは借りた方が結果的には安かったりする場合もあるので、まあそんな感じで今回お部屋を借りました。でやっぱ部屋探しに結構その部屋を探すっていう機会がなかったんですけど、ツイッターとかでね賃貸探すのすごく大変っていうのをいろいろ見てたんですが、本当にやっぱり大変で、まあ、バリアフリールームっていうのがそもそもまあないし、やっぱある程度の築年数が新しくないと段差とかっていう部分に関してもあったりなかったりとかっていうのがあったので、短期間2週間くらい 2、3週間くらいで部屋探しをバババってやったんですよね。だから毎日毎日サイトを見て、でも本当に賃貸借りるとかっていう経験がないので、あの間取り見てもパッと分かんないし、エアコンついてないんだとかそういう感じなんですよ。まあ、今回自分の部屋洋室だけ、寝るところの部屋だけはエアコンついてるんですけど、リビングついてなかったりとか、本当になんかもう世の中を知らない私だったので、賃貸ってどういう風に借りるんだろうとか、どういうところを見た方がいいんだろうって本当に一からの勉強でした。で、あここいいかなって思っても行ってみたらやっぱ狭かったりするしみたいな感じで、やっぱある程度の広さがないと車椅子トイレに入るのも大変だしとかっていうことがあって、今回、住む物件が見つかって、あもうここしかないみたいな。でもどん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 やっぱ、ね、春だったので探してたのがなくなっちゃうんですよね。いいかなって思ったらもう予約入っちゃってたりしてとか、本当にそういう苦労を身に染みた分、ルール的になんていうの、ホテルは一室絶対なきゃいけないっていうルールがあるのと一緒で、なんか今後はねマンションアパート賃貸にもその一棟には一つバリアフリー的な感じの作りになってるものがないとダメみたいなのが最悪あってくれたらいいなーなんていうふうに思いながら、いい経験ができたなというふうに思います。でも本当にこれから暮らしてみて、大変なこととかやらなきゃいけないこととかたくさんあると思うんです。で本当に賃貸初心者なので傷、車椅子でつけちゃう傷とかってたくさんあると思うので、なんかそういうところをここ注意した方がいいよとか、なんか何かあったら教えていただきたいなというふうに思います。また次、福岡に帰ってきた時も何にも揃ってないから、本当にベッドの搬入とかそこからの始まり、まあ、一応会社の人たちからも協力していただきながらお部屋作りをしていこうと思うので、なんかおすすめのこういうもの買いましたとか、こういうもの使いよさそうだよとかっていうのがあれば紹介していきたいというふうに思いますので、皆さんぜひお楽しみにしてみて、お楽しみにしててください。まあ、こんな感じで、この動画がいいなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。